日常日常の生活を楽しみたい常に常に家族の健康を考えている出迎え空港へ国の友達の出迎えに行く。 出迎えるバス停で友達を出迎えた見送り空港へ家族を見送りに行く見送る泣きながら家族を見送った。 郵送母に誕生日プレゼントを郵送した小包小包にセーターを入れた送料荷物を送る時送料がかかる。

とりあえず大学に合格したのでとりあえず母に知らせた「出前」「今日は疲れたので寿司の出前にしよう」「ほどく」。 玄関で靴のひもをほどいた留守番電話留守番電話に母の声が入っていたよく両親や兄弟とよく電話で話している。 早め早めな飛行機のチケットを早めに予約しておくリサイクル洋服も家具もリサイクルできるどける。 その自転車をどけてください日常日常の生活を楽しみたい常に常に家族の健康を考えている。 出迎え空港へ国の友達の出迎えに行く出迎えるバス停で友達を出迎えた見送り空港へ家族を見送りに行く 見送る泣きながら家族を見送った郵送母に誕生日プレゼントを郵送した小包,み小包にセーターを入れた。 送料荷物を送る時送料がかかる宛先宛先を間違えないように書いた宛名宛名に母の名前を書いた。 差出人ここに差出人の住所を書いてくださいとりあえず大学に合格したので、とりあえず母に知らせた 出前今日は疲れたので寿司の出前にしよう」「ほどく」「玄関で靴の紐をほどいた」「留守番電話」留守番電話に 母の声が入っていた。よく。両親や兄弟と。よく電話で話している。早め。早めな。飛行機のチケットを。 早めに予約しておくリサイクル洋服も家具もリサイクルできる「どける」その自転車をどけてください。